見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。政府が決定した18歳以下の子供への10万円相当の給付について、すべて現金で給付するべき、と答えた人が 55% だったことが最新の JNN の世論調査でわかりました。岸田内閣を支持できるという人は先月の調査から 4.7 ポイント上昇し、64.0% でした。一方、支持できないという人は 5.4 ポイント減って 29.0% でした。政府のこれまでの新型コロナ対策について聞いたところ、評価するが前の月から3ポイント上昇し 59%、評価しないは 32% でした。また、感染の再拡大については、不安を感じているが、非常に、多少は、を合わせると 86% に達しています。オミクロン株の拡大を受け政府が全ての外国人の新規入国を原則禁止にするなど水際対策を強化し、対応を厳格化したことについては、評価するが 84% でした。今月から始まった3回目のワクチン接種について聞いたところ、希望するが 79%、希望しないが 17% でした。続いて対策です。18歳以下の子供への10万円相当の給付についてどのような方法が適しているか聞いたところ、すべて現金が 55%、現金とクーポンの併用が 11%、クーポンのみが 9%、給付はするべきではないが 20% でした。GoTo トラベルの再開について政府は早ければ来年1月下旬に再開することを検討していますが、いつから再開するのが良いか聞いたところ、来年1月下旬より前が 11%、来年1月下旬からゴールデンウィークの間が 22%、ゴールデンウィーク以降が 29% 再開するべきではないが 33% でした。続いて、年末年始の予定について、忘年会、新年会の予定を聞いたところ、予定があるは 20%、 予定はないは 79% でした。ふるさとへの帰省については、予定があるは 19%、 予定はないは 79% でした。立憲民主党が代表選挙を行い、新たな代表に泉健太氏が就任するなど新体制を発足させたことについて聞いたところ、支持できるが 38%、支持できないが 46% でした。6日1時28分。